フン。よし。いやもう深夜なんでまったりやりましょう。今日は新要請とほとんど時間持ってやれと。水を全然作れてなくて、まあ、無表示です。なんで一年中元気なのもふさ。いや、ちょっとね、ゼロの奇跡はね、支援要請まだっていうとね、あんま大したこと言えないんで、まあ、結局そういう感じになっちゃってますね。まあ、とりあえず始めたいと思います。こんばんは、モッサンとおじやんです。本日もよろしくお願いします。英雄伝説、ゼロの奇跡、エボリューション、PS ビータもやっていきます。前回、インターミッションの、ギアっていうのが発生しまして、まあ、もう、キーアがメインの話ですよね。どっちかっていうと。ですね、キーアの記憶を取り戻すために、あれですね、遊撃士に相談して、で、まず、その、遊撃士に相談したら、遊撃士は、各地を巡って、各地に連絡して、父親とお母さんに関しての情報を得ることが、得るっていう、流れになっていますね。まあ、今のところは得られてないです。で、それ以降ね、記憶に関しては、確か、ヨシアあたりから助言もらって、で、ですね、七曜教会に行くっていう流れですね。クロスウェル大聖堂があるんで、まあ、そこに行って、そこの、あれですね、元も先生ですね、先生、小学校帰った時の先生から、まあ、一応、あれですね、記憶のやつを、直すやつをやってもらったんですけど、術みたいな。法術でしたっけ？法術をやってもらったんですけど、まあ、それでは戻らなかったっすね。でっかい、なんか真っ暗でっかいのが見えるとか言ってましたね。まあ、もしかしたら、あれですね、ここ4章で行くところかもしれないですね、それに関しては。はい、で、まあ、それはそれでよくて、で、それとは別に、神経系から見ても、見た方がいいんじゃないかっていう話になって、で、次に、医科大学に行って、まあ、今度医科大学で、あれですね、ヨアヒム・ギュンター先生に見てもらって、まあ、結局、ちゃんと治すんであれば止まらないとダメだよって話になったんですけど、まあ、ギアが硬くなりやがったんで、まあ、そのギアなしになりました。で、それで終わりですね。で、4章始まって、4章に関しては、あれですね、ノエル総長が出てきて、まあ、例のですね、マインツのところにある寺院ですね、あそこに行くっていう流れになっています。よろしくお願いします。まあ、あそこですね、腰身の塔と同じタイプだっていう話ですね、敵に関して。ちょっとやりづらいタイプですね。ですとか、あの辺が混ざってくるってことですね。サード仕様。じゃあこれから行きましょうか。図書館行きましょう。今回 CA 要請がメインになると思うんで。あ、皆さんでしたか？ここじゃないですね。苦情が来てるんですか？図書館ですね。あ、銃声もこっちにまた戻ってきたんだ。もうあの時だけですよ、たまたま一気にと。
おじさん、こんにちは。おー、ロイド君がよく来たね。もしかして今日は。うん、仕事で来たんだ。特訓支援課の方に支援要請を出したよね。おー、やはり依頼を確認してくれたんだ。すまない、恩に切るよ。延滞本の回収ということでしたか、もしかして。うん、君たちに頼むのは二度目になるな。早速は仕事の内容を話させてもらっていいかね。うん、大丈夫だ。うん、ありがとう。実はまた最近本の返却期限を延滞してる人が増えてる。申し訳ないと思うが、もう一度君たちの延滞本を回収してきてほしいので。相変わらず延滞者が多いようですね。まあ今回もちゃちゃっと片付けてるんだ。これ系が2回もあんで。それが困ったことにそうもいかないんだよ。というと。実は今回延滞をしてる人はクロスウェル市の市民で、うわぁ、外に行けって流れだ。みんな郊外に住む人なんだ。ああ、それは骨が折れそうですね。で、それで今回の延滞本を所持している人の住所は分かってる。うん、その部屋抜かれないぞ。まず、アルモニカ村に住む、アルフレッドさん。次に、マインツに住む、コーイのロージーさん。最後に、ウルスラ病院の検診、フローラさんだ。全部巡る。それはまた随分と散らばったね。実習中を回る羽目になりそうだな。ルーズな人は苦手です。まあまあ。さすがに今回ばかり範囲が広すぎて私たちの手が回らないので、どうなんやってくれるかね。今なら私の装甲車が使えますし、労力が少なくて済むのよ。それもそうだね。ありがたく頼らせてもらえよ、総長。では早速働かせてもらえ。いや、結局バスで行く流れになりますけどね。ああ、助かるよ。さっさつの方が集まった私のところに持ってきてくれ。では支援課の皆さんよろしく頼むんだよ。いや、東とかバスだったじゃねえかよ。来ただけだろうな。ノイズをちょっと。これはあれっすね。一通りのやつ受けてからにした方が良さそうですね。じゃあ次どうしましょうか。連番に行く？中央広場レストラン。ここに行きましょうか。レストラン、レストラン。いやー、今昼寝したんですけどもね、眠すぎてね、気がついたら深夜になってました。いやー、もう深夜のいいっすよね、支援要請なんで。いやー、要所も長そうっすもんね。要所も長そうなんで。今日終わったらいいなっていう感じですかね。気にしたって言いますけど。今日日曜ですね。じゃあ日曜なんですけど、まあ終わったらいいかなっていう感じですね、4章。最終章は最終章で長いでしょうからね。おぉ、どうすればいいんだ。店長もブラウンさんも手伝ってくれねえし、あ、すいません、依頼を出されたセルテオさんですか。来てくれたか。君たちは、クロスウェル警察特務支援会です。どうぞよろしく。ご依頼受けさせていただきますね。お客様は神様だぜ。よろしくお願いします。最近、所帯じみてきたよな。それでご依頼では何かを探してらっしゃるということでした。そうそうそうなの。とにかく助けてくれ。実は店長に言われて全く新しい料理の開発に取り組んでるんだが、そううまくいかなくてもどうにも行き詰まってるんだ。なるほど、そういうこともあるんでしょうね。プロのシェフとなれば適当にサクッつうわけにもいかないか。そうなの、うちは有名人なんかも利用するしな。で、君らの手を借りたいってわけだ。市民に特化んだ部署らしいし、あちこちの、食事どころにも続いてるんじゃないかと思ってな。探してるのはズバリ、料理で家庭で稀にできてしまう、奇想天外な一品だ。おっと、奇想天外な一品。オムライスを作ろうとしたのに別のものができてしまったりするって言われるんですか。おお、それこそ、創作、いやー、これ料理してね、全然わかんないっすね。このゲームね。真実多分適当にやるとできるとか、そういうタイプですかね。失敗じゃない、ギリギリのライン、そこには全く新しい発想がある。で、君たちも料理するのか。でも基本的にはレシピをベースでやりますよね。よかった、これは期待大だぜ。プロの方に見せるものじゃないですか。まあ事情は分かりました。奇想天外の料理をお持ちすればいいんですね。ああ、いろいろ食べ比べたいから最低でも10種類は欲しいところだな。ということは多ければ多いほどいい。なるべくたくさん集めてきてくれ。じゃあよろしく頼むぜ。楽しいなって。一回とりあえず話してみましょうか。1種類。うわー。
うわぁ、いいですか、どれが対象なのかわかんないし。料理って枠がないっすもんね。食材ですよね。ここに入ってるかいや、わかるわけねえな。いやー、これはさすがにチェックしないと作ったのに時間かかっちゃいますよね。なるほどね。あ、まあいいや。これから受けちゃいますか。真心の恩返し。流浪判定。で、これがマインツ。マインツはこの辺後回しでいいや。この大聖堂か。うん。じゃあまずこれだな。流浪判定。模表示です。クリスマスの日に大盛りのチャーシュー麺を食べて動けませんでした。でかいチャーシューが5枚ぐらい乗ってた。ああ、そのチャーシュー乗ったラーメン屋もちょっと前にも行ったんですけど、その時は大盛りをやめました。大盛りやった時、やっぱりね、チャーシュー食ったら結構ね、腹いっぱいになりますね。まあでも、大盛りじゃなかったんで全然食えました。最近の体重がね、ちょっと行き過ぎてるんで、まあ、いけるってのはありますね。あれ？ここじゃねえんだ。こっちかな。違うんだ、あれどれだ、こっちですかね。あ、OK。エイドス様お願いします。カレンダーの中に今一度会えますよ、ね。片思い系か。アントンさんですか。うん、そうだけど、そういう君たちは、クロスウェイ警察特訓支援官もです。支援要請を見て伺ったんですが。おう、待ってたんだよ。ついにお願いしたいことがあるんだ。話を聞いてくれるかい。お願いします。依頼では主を捨てを探し出してほしいという話でしたね。ああ、あの子を探し出して一言お礼を言いたいのさ。もう僕を闇の中から救ってくれた彼女だ。ほほほほ。何か事情があるんですね。僕はリベール王国出身でね、友達のリックスと一緒にこのクレスフェイに、旅行に来たの。アントンさんなんか聞いたことあるな。これあの人じゃねえ、ちょっとね、これ、あれに格闘技してた人じゃないですかね。いやー、ちょっとね、ロレンとも。アンナさんに片思いしてた人だ、これ。多分そうっすよね。何もいいことのない人生、華やかな場所に来れば何か変わると思って、ね、振られましたもんね。まあ、だが結局ここでも冷たい現実が突きつけられてしまったんだ。あろうことか、旅費の入った財布を丸々落としてしまった。またこのタイプかよ。財布落とした系多いな。それはその気の毒に。ああ、そうさ、僕は果てしなくどんくさいダメダメ野郎なんだ。リックスにも手伝ってもらったけど、結局財布は見つからなかった。途方に暮れた僕は全てを諦めてリックスにミラーを借り、リベールに戻ろうと思った。その時だった僕に優しく手を差し伸べた、あの娘さんが現れたの。誰だ、そうだ、これ。それは羨ましいね。なかなかいないぜ、そんないい子。ああ、そして彼女のおかげで失った財布は無事手元に戻ってきたんだ。おお。その時僕は確信した。これは運命の出会いなんだってね。暗黒に包まれた僕の子に優しく手を差し伸べた彼女はまるで天使のようだった。要するにその娘さんを捜索してほしいと。ああ、そういうことだ。予定よりも3週間早くこっちに滞在してるんだけど、手がかりは全くなしでさ。一応遊撃士協会にも頼んだんだけど、断れてしまってね。その子は行方不明とかならまだしも、緊急性も薄いなら他の依頼も優先したいんだってさ。全くリベールだったらお酒の飲み比べの手助けをしてくれたってこれだ、アンナさん。お酒の飲み比べ。どうしたんですか？いや、あの時倒れたじゃねえ。いや、ちょっとね、古傷がね、まあ、とりあえず、それはともかく。やっぱそうっすよね。街で噂を聞いた、リックスが僕の代わりに君たち依頼を出してくれたんだ。君たち警察の遊撃士みたいなサービスをしてくれるんだ。いや、この辺はあれですね、空の奇跡をしっかりやってる人はわかりますよね。
僕、受けてくれるよ。アーカイブ見てください。そうですね。特務支援課ってこんなことをするんですか？SC のロレント編ですね。まあ、ここ最近であるさ、YouTube で配信し始めてるんで、まあ、その辺のどっかで出てくると思います。はい。こんなことをするんですか？随分仕事の幅が広いんですね。依頼としては珍しい類だと思うけど、どうするのよ。正直、色恋靴あたりに警察が首を突っ込むのはどうかと。そうなんだよな。相手のこの顔でも拝んでみたい気がするけどな。ちなみにその子はどういう感じなんだ。さぞ可愛い子ちゃんなんだろうな。ああ、あの姿は今でも目に焼き付いているよ。こう、人の荒んだ心を落ち着かせるあのふんわりした雰囲気。彼女の優しさが滲み出るような間延びした喋り方。そして可愛さあふれる左右で結んだピンクブラウンの髪。ピンクブラウンの髪、ちょっと待って。これあれですかね。カレンですかね。あれ、どっかであったような雰囲気の子だな。そうね。それか、あれか、エリーのあるか、ベルさんですか、ね、そういう方と何度も顔合わせてる気がします。というか、どう考えて、フランちゃん、やっぱそうですね、そうだ。フランちゃんだな。あ、そうかもしれません。君たち彼女知ってるのかい？多分ですけど、さっき言ってた、いや、これどういう装置がいるからコンクエストあるのか。ピンクグラウンの髪って、もしかして私と同じ髪の色ですか？ああ、確かに同じだ、同じ髪の色だよ。あ、あなたはもしかして、お姉様間違いじゃなければ、多分その子の姉です。なんてこった。あ、聞いたかい、リックス。これは間違いなく運命だよ。あんとかそう思うならそうなのかもしれないな。違う可能性もなきしにしもあらずだけど。そうそうそう、お姉さん。あ、はい。妹さん、その恋人が彼氏とかっているんですか？そんな話は聞いてないです。というか、今一緒に暮らしてないので何とも言えませんけど。とにかく、リビールに帰る前に一言お礼が言いたいんです。会えないか頼んでみてくれませんか？そう、そうですね。ロイさん、私は引き受けても構いませんか？わかりました。お引き受けしましょう。おう、恩に切るよ。それじゃあよろしくね。なんとかその子に会う約束を取り付けてくれよ。そうと決まれば早速警察本部に行ってみるか。多分受付の方にいるだろうし。そうですね、お供します。真心の恩返し。何するんでしょう、今回。前回は酒の飲み比べして。いや、もうあれはまた相手が悪すぎですよね。アンナさんですから。いや、まさかね、これ系がまたあるとは思わなかったな。これ系っていうか、アントンさんが来るとは思わなかった。じゃあ、これは場所わかりやすいんで、やりますか。よろしく。操作試験ね、なるほど。ギルサさんは基本的に持ってないんですかね。そうで、操作試験受け取ったら操作官になるっていう流れですかね。ああ、皆さん、それにお姉ちゃん。あの、遺跡の調査の件何かあったんですか？そういうわけじゃないんだけどね。普段、今回は君に用があるの。片思いの男がいて。私に一体どんな用ですか？少し立て込んだ話なんだけど、この間の、記念祭でフランらしき人に助けられたっていう外国人の男性がいて、ね、最終日に一緒に財布を探した人のことを覚えがあるね。財布ですか？うん。あ、覚えてます、覚えてます。確かリベールからの旅行者の人でしたよね。やっぱりフランさんのことだったみたいな。あの日は大変でしたよ。お仕事の帰りに泣きそうな顔の男の人がいて、なんだか放っておくなって。あの方の財布を探すために、暗くなるまでクロスウェル中を歩いたんですよ。うわー、大変ですね。いやー、さすがフランちゃんだな。見ず知らずの男のためになかなかできることじゃないですね。これでも警察官ですからね。警察に届けがないか何度も確認してみたり。結局、宿のベッドの下で落ちていたのが分かってきたし、うわー、最低だわ。探す、あれないね。探す必要ねえじゃねえか。とんだ人騒がせです。それ、その人はどうしたんですか？実はその男の人、アントンさんって言うんだけど、
記念祭が終わった今はクロスウェイに滞在しているのでフラーにどうしてもお礼が言いたくてずっと探していたんだ。だからロイドさんたちに探してほしいっていう依頼が入っていたの。そうなんですか。なんとか照れちゃいますね。それでフランの方はどうだい。会いたくなければ断ることだってできると思うけど、会うのは全然構いませんよ。うん、そうなの。私たちの仕事だからって無理に手伝ってくれなくてもいいんだよ。いえいえ、私も個人的にお話ししてみたいんです。あの時の話で盛り上がりそうさ。結構面白い人ですからね。ああ、でも仕事があるからちょっと時間は作れないかもしれませんね。うん、だったら仕方ないか。あの皆さん。何ですか、レベッカさん。すいません、話に割り込んでしまいますけど。フランはもうちょっと休憩ですし、休憩時間中にどっかで会う約束してはどうでしょう。え、いいんですか？勤務中なんで多少イレギュラーですけど、会う時間くらいはあると思います。休憩時間だけの私だけの自由です。レベックさん、なんだか楽しんでるよね。なるほどね。せっかくだし甘えさせてもらいます。それじゃあ待ち合わせですけど、中央広場のレストランバーセットでいいですか？あと少したら向かいますから。それじゃあ本当にいいんだよ。安藤さんにもそういう風に伝えるけど、楽しみにしてますねって言っておいてください。ほら、まさか安藤さんに気があるのかしら。うん、どうしたのよ。何だか考え込んでるよ。何でもありません、先輩。ロイさん、それじゃあ安藤さんのところに報告に戻りましょう。ああ、そうしようか。魔法師です。ダイエットでカロリー計算したい場合はセブン。美味しい食料品はローソン。ファミマは大盛り系とパンと台湾ウーロン茶がいいです。買ってないっす。新キャラとは。もう一回報告に行かなきゃいけないのか。いやー、これ絶対来たりが続きそうっすね。これ行った後にバーセットが。安藤さん、あ、君たち、どうだった？フランさん、会ってくれって。その件なんですけど、どうやら大丈夫そうです。もう少ししたら休憩なので、中央広場のレストランで待ち合わせしたいのそうですか。おぉ、ありがとう、なんて俺が言ったらいいか。あ、僕でもこんなにいい日が来るなんて、すっかり打ち取ったんですよ。よかったですね。そうだ、フランさんに何かお礼の品を見つくらないと。まだ何も用意してないんだよ。おいおい、レディーとデートするのにそんなんじゃ先は思いやられるな。まさかこんなに早く会えると思ってなかったからさ。そうだ。お姉さん、ちょっとデパートの方についてきてくれませんか？デパートですか？フランさんの気に入りそうなプレゼントを選びたいんです。お姉さんに彼女の好みとか趣味を教えてもらえばきっとバッチリです。そうですね。ていうかそのお姉さんってやめません？君たちのプレゼント選び手伝ってくれよね。うん、しているような目で見ないでくれ。なんだか面倒なことになってきましたね。ああ、仕方ないな。こうなったら気の済むまで付き合ってみるか。それじゃあ一旦百貨店の方に行ってみましょうか。よろしく頼む。いやー、ほんとこれな、セリフ量多そうっすね。それじゃあ早速プレゼントを見繕おうと思うんですけど。つってもそんなに時間ねえぞ。フランちゃんとっくにレストラン向かってる頃じゃねえか。そうね、誘っといてフランさんを待つせるな気が引けるし。じゃあどうすればいいんだい？役割を分担しましょう。私はエリーさん、ランディさん先にレストランに向かいましょう。待ち合わせに少し遅れることをフランさんに伝えておきます。その間に俺と総長で安藤さんでプレゼントを見つけろ。その方が良さそうだな。ありがとう、何から何まで。本当に僕は運がいいよ。こんなに親切な人に恵まれて。涙ぐまないでくださいよ。とにかくそういう分担でいこうか。エリーティオ、ランディ、そっちはよろしくだな。わかったわ。ではまた。せいぜいハートにビビッとくるプレゼントを選んできてくれよ。まあ、どうせ、今回もアウトだと思いますけどね。それじゃあ俺たちも100点入ろう。総長フランが気に入りそうなものをアドバイスしてくれ。うん、仕方ないですね。よろしく頼むよ、お姉さん。まだお姉さんつってる。もう彼女になる気満々じゃねえけど、あいつ。まだそんな仲じゃん。いやもう、ずっとアンナさんに片思いしてるのよ。リジョン風のないとこ何ようこそ。うちは輸入食材なんかも豊富に扱ってますよ。
女性が喜びそうなプレゼントを探してるんですが。あら、プレゼント。うん、そうね。だったら、こちらのレミヒエ屋さん、アイスジャムはいかがかしら。ひんやり食感がたまらないと、密かにブームですよ。ジャムか、案外こういうものが喜ばれるのかな。そうですね。フラは昔からパン食でしたし、珍しいジャムは喜びそうです。ただ、プレゼントとなると、形に残るものがいいものかな。そうか。うん、どうしよう。迷ってしまうよ。フランさんへのプレゼント、アイスジャムで大丈夫か。いや、ちょっと、まあ、頑張りましょう。そうです。もっと検討してみましょう。そうか。じゃあ、他の店も行ってよ。まあ、基本的に、ノエルさんのアドバイスを聞いて、品を選んでる感じにしましょうか。ミッシーの恵みはどうだい？そうですね。フラは可愛いものが大好きですし、ぬいぐるみという選択ありかと。ミッシーが好きかどうかちょっと、うわぁ、そりゃきついなぁ。これ普段の会話チェックしとけってことだったのかなぁ。ちょっと、じゃあ一通り見ましょう。一通り見て検討しましょう。喜ばねえと思うんだよな。ポムポムニット。おっと、なるほど。帽子はいいのかもしれないですね。そうっす、あの髪型ですか。帽子は苦手かもしれない。じゃあダメだ。じゃあダメです。危険な賭けがつってるわ。アクセサリー系でしたよ。ネックス、ピンキームーンはどうでしょうか。ピンクは好きですし、かなりいいかと。お、これだ。でも、初めてのプレゼントネックス、そうだね。そうだね。確かに重いね。そうですよね。ミッシーのレビューが一番いいかもしれないです。そう考えると。これ、靴ですもんね。ブーツは最近注目しているようなことを言っていました。ただ、流行しているモデルを気に入るかどうかは別ですけど。なるほどね。ただ、もう2分の1ですね、確率的には。どっちかでしょうね。どっちか。まあ、一致でいきましょうか。このプレゼント意味がないですか。そう言われるとなんだか良さそうに見えてきた。それじゃあそれください。あ、ちゃんと積んでくださいね。お買い上げありがとうございます。いや、2回目でいきなり靴をあげるのはどうかなって思いますね。おかげで良さそうなもの手に入ったよ。フランさん、喜んでくれるといいんだけどな。うん、こればっかりは渡してみないことには。もっとそろそろレストランに向かいましょう。今頃フラン待っていると思いますよ。よし、それじゃあ行くとしようか。てんてんてん。てんてんてんなのに。まあ、どうせ振られるオチですからね。遅いわね、ロイたち。いつまでかかってるのかしら。女性を待たすなんて失礼極まりないです。ちっちち、男の身支度は女の記者と同じくらい時間かかります。ランディさんって経験豊富なんですね。あ、わかる。どうよ、今度俺とデートでも、ランちゃんみたいな可愛い子ならとっておきの場所に連れてってやるぜ。もう上手なんですから。あのね、あなたがナンパしてどうすんの。いやいや、軽いズボンってなんとか場を持たせようと。お前待たしてみたいな。結局ミッシーのぬいぐるみですけど。いや、賭けですね、この辺はね。はい、ロイさんにお姉ちゃん、それに。どうもこんにちは。久しぶりじゃなくて、結構待たしてしまってごめんなさいです。こんにちは、安藤さん。なんで僕の名前を。さっきロイさんたちに名前を教えてもらったんですよ。そういうことね。ぬか喜びしちゃったな。ちょっと遅かったじゃない。ごめん、プレゼント選びに時間かかってしまった。この様子だと一応用意はできたんですね。いいものは買えたんですか。うん、多分妙なことにはならないと思う。そうだね。妙なことにはならないと思います。はい、お二人さん、つもる話は席にしてから。フランちゃん、そこまで長く休憩時間は取れねえだろ。それもそうです。それじゃあ、アントンさん座りましょうか。かひー。
さあ、それじゃあ俺たちも2回方演出しましょう。俺たちはここで密室じゃいろいろとやりにくいだろうし。覗くつもりなのか。お前だってどうなるか気になるだろう。依頼人を見守るのは我々の義務かと。そうよね。当然の権利でもある。すいません。私も正直気になります。早朝まで。まあそうだよな。安藤さんもガチガチに緊張してるみたいです。暴走しないで見ておいた方がいいかもな。よし、そうと決まれ。とっとと行くぜ。楽しそうだな。何でもフランさん、僕のことを覚えてくれたのは、記念祭、しかも最終日のことですし、覚えていますよ。あの日は本当大変でしたね。もう財布落としたりしてませんか？もちろん。せっかくフランさんに見つけてもらったんだ。二度と手放すつもりはないよ。安藤さんって面白いですね。やった。よくわかんないけど受けてる。そういえば安藤さん、財布が見つかったとは何だかぼーっとしてましたよね。熱でもあるのかと心配しちゃいましたよ。それはきっと君に見とれていたからさ。声がちっちゃいな。はい、何か言いました。いや、何でもないよ。安藤君、まだまだな。その口説き文句をビシッと言いなきゃナンパなんてできないぜ。っていうか、フラも結構和やかに話してるな。安藤さん、相変わらずガチガチに緊張してるみたいだけど、フラは私よりも格段に社交性が高いですから。ああ、なるほどね。初対面の相手はあんな感じなんです。ノエさん、何だかおかしいです。機嫌がよろしくないようですけど。そうなんだ。違うの。機嫌が悪いとかそういうんじゃなくて、なんていうか、あの子モテるのに、今までそういう浮いた話が全くなかったから。なのに、あの子ったら安藤さんには妙に好意的で。そうなんだ。ノエさんはフランさんのことが心配なのね。そうですね。たった一人の妹ですから。妹ならではの心配ってやつかな。俺もこんな風に接しないように心配かけてるの。もっと見てみな、アントンのあの意を消した顔。ヤンコさん、そろそろ勝負に出る気がする。フランさん。はい、どうしたんですか？実はあなたを探していたのは他でもないんです。この間の検査で懸命に僕の財布を探してくれた俺、それをしっかりしたくって、これを受け取ってもらえますか？あなたはフランにミッシーのぬいぐるみを手渡した。これってミッシーのぬいぐるみじゃないですか？うわぁ、ありがとうございます。実は1体持ってるんですけど、ちょうどもう1体欲しいなと思ったんですよ。いや、1体持ってんの？持ってただって、喜んでくれてみたいけど、計算外。勝負するのはここしかない。フランさん、今恋人とかっている？恋人はいませんよ。けど、大好きな人がいます。これ誰か、これあれかな、ノエルのことを好きって言ってんすかね、もしかして。いつも一緒っすもんね。ガンあれ、アントさんどうかしましたか？あちゃー、ド直球で返されちまったか。フランに悪気がないのは余計に傷口を広げているような。うん、こればかりはさすがに仕方ないと思うけど。合唱ですね。で、いや、これ、ノエルのこと言ってんだと思いますけどね。BGM 変わった。あ、そうなんだ。アントンさん？ごめん、もう行かなくちゃ。フランさん、その人のこと頑張ってね。え？いや、君たちか。世話になったね。お前、フランさんの素敵な笑顔を見れたよ。アントンさん、なんていうかその、慰めならいらないよ。いつものことさ。僕の人生はいつまでもドライ&エラーなんだから。意味がわかりません。気づいたのさ。大好きな人を語ったフランさんのあの安心しきった顔。あんな顔を見せられたら諦めしかない、ね。次回は帝国編千の奇跡でお会いしましょう。それじゃあそういうことで。いや、本当にそうなりそうっすね。千の奇跡で出てきそうっす。あれは重症だな。意外とたくそうだから大丈夫だと思うけど。あれ、安藤さんやっぱり帰っちゃったんですね。うん、帰りの飛行船の時間になってしまったんでしょうか。フラン。お姉ちゃんどうしたの？血相変えて。フラン。大好きな人って誰なの？ひょっとしてロイドさん？まさかランディ先輩じゃん。そうちゃん。さっきからずっと黙ってると思ったら、そんなことを考えてたんですね。あ、やれやれ、バレちゃうしかないですよ。まあ、両思いですよ、この二人多分ね。ランディ、話がやらしくなるからやっときましょう。完全なシスコンですよ。笑顔が怖い。私に何でも話すフラに大好きな人がいたのと、まさか人に言えないような問題がある人なんだよ。ちょっと落ち着いてよ、皆さんが見てる。いいか、お姉さんにちゃんと話しなさい。皆さんのことはジャガイモか何かと思っていいから。
お姉ちゃんとは仕方ないな。それじゃあヒントを出す、ね。その人は警備隊に勤めてる人で、とっても正義感が強くて、それでいていつも私に優しくしてくれる人。警備隊、まさかタングラムにいるの？うん。そんな人が警備隊にいたなんて、ジャック隊員、それともバレル隊員。いや、食堂のピマスさんってこと。なんか収集つかなくなってる。あ、お姉ちゃんだ、意外と鈍いんだから。え？もうはっきり言わせないでよ。そんなお姉ちゃんに決まってるじゃない。シスコンだよ。で、いけない。そもそも休憩時間が終わっちゃう。皆さんそういうわけですから、私はこれでしてじゃん。いやー、紛らわしいぜ。この紛らわさが多分、あれ、それ、彼氏ができないんです。あ、うん、気をつけて。あ、そういうことか。フランちゃん、あの分じゃしばらくは恋だの、なんだのに縁がなさそう。まあ、ノエルもこれで安心できるだろ。バトン。はぁ。ちょ、大丈夫か、そうちゃん。すいません。なんだか気が抜けちゃって。フランさんのこと本当に心配したんですね。つい取り乱してしまって皆さんに見苦しいことを見られてしまいました。でもありがとうございます。いろいろと気を使っていただいて。アントンさんには残念な結果になっちゃったけど。ルーさんにとっても残念じゃないですか。フランさんの大好きな人にちょっと期待してた節を感じたような。そんなわけないだろ、まったく。適当なこと言わないでくれよ。まあ、アントの方は後で手が空いてたら様子を見に行ってやろうぜ。とりあえず依頼達成って感じだろ。そうだわ。よし、そろそろ行くとしてこうか。ああ、じゃあ、アントンさんのとこ行ってみましょうか。まあ、フランのとこにも行ってみたいですね。よっとりあえず行っとくか。フォ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 フフ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 フその順番で行きましょう、アントンさん。4回行けば1人ぐらい当たるだろ。4回だ、4回。あ、奇跡シリーズ的な20年もんですけど。ちなみに正解はニット帽だったらしいですね。まあ、ニット帽だと3ポイントもらえるってことですね。で、ぬいぐるみだと1ポイントか。まあまあ、いいです。これ、小さなダメですか？いや、盗まれるんだったらこれ大事ですよ。じゃあ次は、料理だ。たらあれか、別のができる可能性があるっていう流れですかね、これ。書いてないんですよ。
書いてねえの作ってねえとわかんねえか。ってことはリフレクトプリヒットとか。いやー結構これ金かかるかもしれないですね。素材屋を目の前にしてやった方がいいかもしれないな。素材屋そこにあるか。あれ、じゃあここじゃない。百貨店でここです。手は結構すごいものでしたけどね。いやーこれな、3つハテナってなってるやつがそうだ。いやこれな完全に人形じゃねーって。よーしやるか。よし完璧だ。いやできないっすよね。よしやるか。ちょっと自信ないけど何かしら。あこれだ。ちょっと待って、エビに作らせりゃいいのか。イビーが料理が下手なパターンか。なるほどね。はいはい。なるほど。イビーに毎回作らせるか。タイプっすよね。多分。違ったらあるんですけど。よーし、ちょっと自信ないけど。あなるほどね。自信がないけどっていうと。いやー、ちょっと成功してんじゃん。いやー、これ運ゲーですね。いやー、運ゲーだわ。いやー、さっきの良かったっすね。まさかの運ゲーでした。くそ、これ。自信のあるやつを作らせてもしょうがないっすもんね。よーし、ちょっと自信ないけど、何かしら。あ、けいや、ボタンもね。じゃあ、セーブしますか。素材が足りてる分には問題ないですね。ここないの気になるね。ちょっと自信ないけど。やっぱエリーは自信ないんですよ。できたな。来た、蒙古タンメン。あー、これ成功してんな、ちょっと。よし。いや、蒙古タンメン成功してます。ちょっと自信ないけど、これか。これだ。2回でいけるならばいいんですよ。ってことにしておきますか、とりあえず。いや、これ23種類はやめ、無理ですね。これ、かなり時間かかるわ。よーし、います。あ、ちょっと任せとけ。いや、ちょっと全員自信あんの。これならなんとか。よーし、もう任せとけって。いや、これランディが一番自信あんのか。なんとかなるかと。じゃあ、ここにしてみましょう。あなたの発見です。コロコロステーキ。あ、来た。オッケー。なるほどね。料理が楽しくできるようなシステムになってるんですよ。これは、奇想天外。よし、います。問題なさそうです。問題なさそうです。ちょろいちょろい。もういます。よし、います。これならなんとか。いや、エリーが上手に上達するの。できたな。いや、上達してきてよ。よし、やるか。よし、完璧だ。いや、完璧になるんじゃねえよ、バカ野郎。よし、います。これならなんとか。何かしら。よし、来た。これいいや。1、2、3、4。よし。問題なさ。よし、やるか。よし、完璧だ。いや、成功しちゃうんだよ、ロイヤル。
よし、料理やるか。料理うまいっていうテーマになってるんですよね、ドイツの。よし、完璧だ。いや、ほぼ完璧っすよね。なんか気分的にはイリーにやらせた方がいいのかな。イリーかもしくはティオですかね。オッケー、来た。暗闇鍋、雪。これは食べたくないです。料理手帳。4、5、6。よーし。よし。これならなんとか。うん、来た。いや、いいっすね。いいっすね。エリーの料理センス。いやー、彼女にしたくないっすね。声がいいのに残念ですよ。でも、やっぱお嬢さんっていうだけありますね。よし、これは得意よ。これ得意。少々不安です。これか。じゃあ、こっちに任せようか。やりました。リザレクトフライは成功してんじゃん。よし。なんでこの顔で成功すんの。やりました。いや、成功すんじゃねえよ、バカ野郎。よし。少々不安です。食材を無駄にしました。練り団子。あ、練り団子外れですね。よし。少々不安です。食材を無駄にしました。いや、作れてねえんですよ。なるほど。あ、苦手だと失敗作が多くなるっていう流れか。奇想天外、また別の話っすもん。よし。少々不安です。食材を無駄にしました。猫マンマンも。よし。少々不安です。やりました。よーし。少々不安です。食材を無駄にしました。いやー、いいっすけど、これ残しておくかって、ってただ食べたくはないっす。よーし。できないっすね、なかなか。これは得意よ。得意って言ってるから。あ、ちょ、得意って言っても失敗してんじゃん。あ、じゃあこれでいいや。どこが得意なんだ。失敗しとるやん。基本的にはエリーに任せとくのが一番かな。よし、やるか。いやー、これあんまないな。あ、これ向いてねえな、全然。これは得意よ。得意よ。まあ、なんとかなるかと。あなたの発見です。ボムライス、あ、成功した。いや、オニオンなくなっちゃいましたね。リフレクトリキッドってのをどうやって取ればいいんでしょう。できるやつを一通り書いてあればいいんですけど、書いてないんだよな。リフレクトリキッド。濃厚クリームスープからいけるっぽい。で、おすすめキャラはランチですね。あ、ちょっと、ねえじゃねえけど、ちょっと、ないやん。あれ、この層で手に入るやつですか、もしかして。何してこう。いや、これ、無理じゃねえけど。あれかな、後回しにしねえダメなタイプですかね、もしかして。Thank you.
にしてもいいかもしれないな。ちょっと待って、じゃあ今何種類揃ってるか確認してみましょう。10種類あれば OK なんで。あと2種類。あと1個作って、もう1個は、せんべいのやつにしとけ、1個。いや、すいません。極力短時間で。あと1個ですね。よーし、やれ。もう、なんとかなるかと。当然の結果ですね。よし。まあ、なんとかなるかと。やりました。いや、成功しとるやんけ。いやー、なかなか作ってくれないっすね。よーし。よし、もう、よし、これならなんとか。ごめんなさい。バイバイ。なるかと。ローズです。発見です。 PSP と PS2 B まで割れたらゲームとしてます。 TSVITA TS3 WIIU 割れたらゲームではありません。これ多分4章の頭だし、あとこれ受けるでもいいかもしれないですね。マインツアートレーニング、あれ乗ると話進んじゃうってことですね。手つってここでいいのかな。赤レンガ亭これだ。来た来た、もう待ちくたびれたよ。すいません、それで依頼の件なんですけど。あ、リュッカーのことはね、ここで働いてるウェイトレスさ、あんたたちも見たことあるだろ。あの子、不愛想でね。まあ、この店は常連さんばかりだから困ることはないんだけど。でもね、笑うと超可愛いんだよ。もったいないじゃないか。超絶可愛いだって。ああ、私が男だったら絶対惚れちまうね。マジか。とりあえずこの件引き受けるしかないようだぜ。可愛い女だと分かるとすぐこうなるんだから。ランディさん、現金です。それで具体的に俺たちに何をしてほしいんですか？簡単なことや、あの子を笑顔にさせてくれりゃいいのさ。笑顔ですか。話は聞くと簡単そうに聞こえるけど、あの子はもうちょっと笑顔で接客してくれれば店の売り上げも上がると思うんだよね。一つ受けちゃ売れくれないから、うちの店の商売繁盛のためにも頼むよ。わかりました。お引き受けします。そう来なくちゃね。うまくいったら俺がちゃんとさせてもらうからさ。よろしく頼むぜ、おばちゃん。でもどうやって人を笑顔させるの？そんなの楽勝だぜ。何かいいアイデアあるのかな？ああ、俺がその子を口説いてメロメロさせる。どうだ、完璧な作戦だ。それはどうかと。古典的な手はありますか？相手が喜ぶ贈り物をプレゼントするというのはどうでしょう？いいアイデアだと思うが、好みのものを送らせて嬉しくないものはいないよ。俺が口説くのが手っ取り早いと思うんだけど。まあ、いろいろ試してみる。店員の接客指導。話を聞け。これ、ゆっかか。くどくとか書いてる。くどく。お、そう来なくちゃ。ここは一つお兄さんの華麗なくどくテクニックにしてやらないか。あまり期待しないでおくよ。
始まった。何なの？その麗しきお嬢さん。ちょっと仕事の手を止めて俺とお話しませんか？お断り。ガク。そんな釣れない。ちょっとだけでいいからさ。休憩。よし、これでテーブル引きは OK。で、完璧無視されてる。もしもし、怒られた。あのさ、お、ようやくこっちを振り向いてくれたね、お嬢さん。俺の話聞いてくれる気になった。あんまりしつこいと、常連さんに頼んでつまみ出してもらうよ。うちの常連さん、行員が多いから、かなり手荒く扱えると思いますけど、どうするまだ話す。うわぁ。予想はしていたけど、完全に失敗で、笑顔をさせるはずがものすごく思っています。逆効果もいいところです。もし、ちょっとしたイベントが見ました。いや、別に見ても問題ないと思いますけどね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、これあれっすね。これエボリューションクエだわ。なるほど。これエボリューションクエっぽいっすね。あ、ないよ。オッケーオッケー。了解です。常連さん、この辺にいるんですかね？どこにいんだよ。常連さんが見当たらないんだよ。そうだ。いや、いい。外をふるついてんのかな？猫の写真を食い入るように見つめてたのは、猫に関連したグッズとか集めてたらそういうのがいいんじゃないの。わー、なるほど、ミッシーか。ミッシーでしょうね。前になんかあれっすね、報酬かなんかでもらったやつをあげるのでいいような気がする。ダメだったら、どうするっていう流れにするか。いや、ヒントがないですからね、残念。アクセサリー、ネックレス、ミッシーグルメ。これいいんじゃないですか。まあ、これでもいいですね。猫の貯金箱。どうよ。これなんだけど。なにこれ、私こんなのもらっても困るんだけど、あ、ダメなんだ。ってことは、もらうやつしかもらうか、もらわねえのか。じゃあ、あんま気にしなくていいか。いや、ちょっと猫じゃダメじゃねえかよ。いやいやいや、いやいや、いやいや、猫シリーズアウトじゃねえかよ。もっといいやつを渡せってことですかね、これが。それだるいっすね。いやー、だるいなー、これ、ノーヒント。いやー、これ調べるとダメかもしれないっすね。ちょっと待ってね、じゃあ。接客指導。エボリューションだ。いやー、これカジノが混じってんじゃねえかよ。無理だよ。いやー、この辺でもいいような気がするんですけど。なんで、ちょっと買えるやつを。いやでも違うね、これでも。そういうことか。いやー、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いやー、ちょっとあれか。まだ本のやつ先やっちゃおうか。本のやつ先やっちゃいましょう。
ここにロージーさん、ロージーさんはどこにいるんでしょう。美味しいじゃないっぽいですね。いや、ロージーさんどこで、いや、こっちかな。いや、いねえよ、チキショウ。いや、歌詞の方がちょっとだるいっすね。ああ、くれた。ああ、オッケーオッケー。そうなんですね。レシピを隠してくれるんですね。よし、ごめん。これかな？違うな。探すのも大変ですよ。新しいのあるよ。うわぁ、ロイドだ、しかも。いやぁ、買っちゃうかも、忘れちゃうんで。いやぁ、いいんでやるんですけどね。モフおじです。おかんが俺が生まれる前に階段にこけたらしく、ケツにあざが少し残ってるんですよね。ひどい話だ。泣き。どうも、下ですかね。ところの BGM は本当にいいっすよね。外れにある街っていう。ちょっと鉱山で頑張ってっつって。いや、まさかの鉱山の中にいるってことじゃん。あれ、ちょっといねえんですけど。いや、めんどくせえ。いやー、これ鉱山の中ってなるとめんどくさいっすね。マジかよ。したら敵がいないとこっすよね、多分。泣いてくれればいいんですけど、しれっと。いや、いねえわ。いや、鉱山の中だ。くっそ。なんで本の話をすんの？こっちにいるんだよ。恋のロージーさんですか？ああ、なんであんたの。今日は図書館の方から嫌がって尋ねました。ロージーさん図書館の方を借りたままにしてませんか？ああ、そのことか。確かに借りっぱなしにしてるな。結構日数を延滞してるようですが、なぜ返却しないですか？クロスエーションの行くのめんどいから。身も蓋もねえな。まあ、回収しに来てくれたら願ったりかなったりだ。ちょうどさっきまで休憩中に読んでたから。読んでるのかい？どうされました？忘れてきちゃった。鉱山の奥に。うわあ、めんどくせえ。悪いけど、今は仕事で手が離せないから自分で回収してくるのね。そこの階段降りた行動の奥だからすぐに見つかると思うよ。とことんめんどくさいなんですね。シエとは違うベクトルの脳を削り。まあ仕方ない、回収しに行くとしよう。念ため言っとくけど、左奥のこのアイコンの方じゃないから気をつけてね。了解です。いやー、ダッシュで行けよ、この野郎。そんな地検なら。ここでしょ、だって。どこだよ。敵がいるだけじゃねえけど、ちょっと待ってよ。もうちょい分かりやすく説明しろよな。いや、一番奥っぽいな、これ。めんどくせえ。
さっきの見てみましょうか。ここにあるかもしれない。ねえか。だめだ。マンションクリアさせる気ないですよ。一番奥じゃねえか、結局。あった、こんなとこにあった。怪奇全集。なんとか物々しいタイトルの、ね、クロスウェイで起こった怪奇、怪現象へと載せた方ですね。題名通り本当にあったかどうか確かではないそうですが。なんかもうまんま暇つぶしに借りたって感じだけど、確か警備隊がどうこうしたという話が載ってるんですが、そんな怖い事件があったって正式な記憶はないんですよ。なんせ絶対の読みたくないよ。まあとりあえず無事に本を開始できたし、次おっと、いや魔獣出てくんの、いやでけえし、しかもボスクラスじゃねえかよ、魔獣ち道を塞がれちまったぞ。来ます。いやなんで本の回収で魔獣と戦闘しなきゃいけないんだよ。意味わかんねえよ、私の番ですね。いやしかもなんかメンツが違う、だってこっちになっちゃってんな。ないんですけど、またこっちでいっか。電磁ネット発射。いやー、レジか。いやー、硬いっすね。いやー、これ飛ばさないと時間かかりそうだな。どうしよっか。死ねの増幅サイト来た。でその位置、いやー深淵やってくんのか、これはうざいっす。いやー範囲だ、しかもやべえ、やべえこれ、そいや SC と同じじゃねえか。いやーこれきついっすね。よし、きついなー。いやーこれ死ぬぞ。普通に、いやあかんて、これは。いやあかん。もう使いましょう。もう無理だわ。次なんで使います。次なんで。さあ、行くぞ。さあ、私の番ね。せいやの女神の奇跡。光となりたい。天よ、期待されました。さて、ガンマモード。起動します。私の番ですね。まあこれでもいいか。目標を撃破します。ケース200なんです。それ。はあ。これで終わりです。ボン。あと2体頑張って倒しますよ。きついっすけどね。やってくるんだよ。お前か。いやそっちはやっとしかなった。いやしかもびっくりが混じってる。やべ、死ぬ、これ死ぬぞ。いやこれは死にますね。いや耐えた耐えた耐えた。こっちでエニグマ駆動しなきゃ多分使ってこないですね。きついから使ってる。助かりました。負けるか。エニグマ駆動、なんとかしないと。ずれてんな、もうこれずらしたいっすね。ボイド、エニグマ駆動、なんとかしないと。ドライブ開始。それ。助かります。やっ。セブンだ。ありがとう。やっ。想定してなかったっすね。セーブもしてねえもん。やっ。あたしの番ですね。いやーこれ外使ってきちゃうっすね。しょうがないっすよね。頼ってねえんだもん。
ダイエットのいいお気をつけて。なんですよ。しょうがねえよ。任せてくれ。溜まってね。たらいいんですけどね、G マッチ。やっと。溜まった。行くぞ。で、いやー、こっち先倒すか、どうしよっか。いやー、行ってみるか。チャレンジ。行くぞ。よしよし。で、ここをどうするかっすよ。これは連携でよかったっすね。しっかりと。みんなに頑張って。ありがとうございました。さっきの。ツワイトは位置にいますか。死ねば増幅。一年で死んでます。いやー、なんでそっちなんだよ、バカ野郎。いやー、だからそっちはレジストだっつってんのよ。いや、これ使わねえな。エニグマクロ。いやー、10回くれよ。もう、マジうぜ。キーワークも行くようになってるしよ。キーワークも行くようになってるし。魔法師です。再生リストターンにクリアと記載されている場合は高速ステーキでプレイする可能性があります。完結と記載されている場合はコントプレイする可能性がありません。マジでよーし、しんどすぎる。そこ行ったか。オッケー、行きます。これ下がったらなんとかなるか。そこです。俺の番だな。やっと目標を撃破します。あ、オッケー、よし、倒した。これで一安心ですね。ありがとう、ノエさん。うわ、いた。まあでも俺たちの敵じゃなかったよな。道中に魔獣がうろうろしてましたし、ちょうど魔獣が湧いてくる瞬間に出くわしてしまったようです。本を傷つけられずに済んでよかったわね。よし、それじゃあ行くとしようか。ノーリスを使うのなんですけど、よし、ねえ、一番めんどくせえと思ったら来ちゃいました。全部敵がいると落ちな気がして、ちょっと怖いですね、このクエスト。これで一体やめようと思います。金がないんで一回報告した方がいいっすよ。あ、ダメだ、足りねえわ。あ、じゃあ一回報告するわ。1000ぐらい手に入れたらありがたいね。あ、そうだった。クロスレル大ツール行ってよかったっすね。一回休んでからにしたいっす。さっきみたいにいつボスが出てくるかわかんねえから。で、ロイドのやつ買ったんで、ロイドの部屋置いてみましょうか。
これだけのために1万かけるっていうね。おっと、BGM 変わった。あ、これサントラになってる？あ、サントラになってる。ああ、これはありがたいですね。これはありがたい。まあ、ランダムですけどね、曲は。これは個人的に楽しもうと思います。皆さん、それでは。報告は、では、またいら。いや、期間短いのが見えないんだですね。なかなかだな。中学校の先やろっかな。中学校のね、あれさ、エボリューション系っぽいね。ブーブーはね、参考になってますね。では、この状態で、まず止まらないといけなくて。商品がどれぐらいするかってのちょっとチェックしますね。カジノ、いや、もう完全にやらざるを得ないんでやるんですけど、配信外使ってうまくやるかもしれないですね。この2つか。うわー、これがきつい。5000。いや、きついっすね。これはちょっと、なんとか時間かけて頑張りますかね。いや、5000回よりによって。まあ、ロードとかうまく使う。ちょっと頑張りますかね。それ以外はとりあえずやりますね。やってないで、配信内でもいいですけどね。ちょっと時間見て、それはちょっと相談しましょう。そうなってから決めましょう。やってることは大変ってやってないです。めんどくさいだけです。まあ、どうせあれっすね。支援要請しかやらないし、半世紀前、C. エプスタイン博士によってもたらされた動力革命。はじめは受け入れられなかったもの、現在私たちの周りには数多くの便利なオーメントが存在します。最近では動力者の便利なものが次々と生まれており、やってますね。また10問ぐらいあるんですかね。あら、あなたたち依頼を見て来てくれたの。はい、また日曜学校の特別講師というお話みたいですが。前回の授業のおかげで生徒たちが警察の活動に興味を持ったみたいだ。ロイド先生の授業も好評だったみたいだし、でぜひまた授業してほしいって思ったの。警察の活動内容について興味を持ってもらえるのは俺たちにとってもありがたいです。そう言ってもらえたすから、どう日曜学校の講師また引き受けてくれないかしら。わかりました。子供たちが警察と防犯に興味を持ってくれるなら、俺たちが教壇に立つ意味もあると思いますし。しかし、ロイドも大変だな。俺なんてガキンチョの教えなんて考えただけで。なんか、不思議なあたりがムズムズと。ランディさん、下品です。とはいえ、私も子供はちょっぴり苦手なので言いたいことはわかります。もう二人とも啓蒙活動も警察の大切な仕事の一つよ。イリーの言う通りだと俺も。というわけで全力で引き受けさせていただきます。そう言ってもらえたら助かるわ。じゃあお願いします。そうか、前回イリーしかいなかったっす。今回全員で力使え。
観覧する感じですか。さて、授業の内容だけど、今回少し思考を変えていこうと思うんだ。前回どんな感じだったんでしょう。警察組織や機能理念、そしてもそういうものを噛み砕いて説明したね。そうね、確かに授業内容は前回と同じものをやるより変えた方がいいと思うけど、いろいろ具体的にはどういうするつもりなの。ああ、警察の具体的な活動内容に、触れていこうと思うんだ。例えば何らかの犯罪が実際に発生したとして、そこから犯人逮捕までのプロセスを分かりやすく説明するとかね。なるほど、実践的にっていうことね。同時に子供たちの防犯意識を高めていこうという狙いですね。いいんじゃねえか、ロイル先生は大変かもしれないけど。それなんだけど、今回はみんなにも講師役として参加してもらおうと思って、おっと、そうなんだ。私たちも、うん、教壇に立つことはいい経験になると思う。講師役なんてあまり自信ないですけど。うん、俺が教壇に立つ日が来るとはね。で、どういう役割分担にするの？通報、初動、推理、逮捕、この4項目をそれぞれ担当してもらおうと思ってる。みんな得意な分野を教えてくれないか。そうね、初動なら教えられると思う。あとは通報とか。俺はそうだな、推理は苦手だし、通報もうまく説明できるか。そうだな、できれば逮捕担当がいいな。私は通報は教えられると思います。あとは推理でしたらなんとか。わかった。じゃあ話の流れでみんなを指名していくからよろしく頼む。それじゃあ皆さん、そろそろ準備はいいですか？わかりました。それじゃあみんな行こうか。ノエルノエル警備隊っすもんね。はい、静かにみんな席について。私の分身はヒグマです。悲しい。さて、今日はまた皆さんに、警察について勉強してもらおうと思います。先生はお馴染みの人もいるかしら。あれ？警察の人？もしかしてお兄ちゃんたちが先生やってくれるの？ああ、よろしく頼むよ。慣れっぽいです。これは照れるわね。はい、背中はムズムズします。子供たちの姿勢を正面から受けるっていうのは眩しいもんだな。今日はロイド先生の他にも先生が来てくれてます。紹介してますね。エリー先生、ティオ先生、ランディ先生です。エリーです。皆さん今日はよろしくお願いします。ティオです。その楽しく勉強しましょう。ランディだ。今日一日よろしく頼むぜ。あの可愛いお姉さん、全然強そうに見えないな。警察官じゃないみたい。ああ、警察官じゃないみたいって私のことかしら。ねえねえ、あんなちっちゃいのに先生なんてできるの？ちっちゃい。あの人先生のくせになんだか不良っぽいよ。うん、俺たちの中に不良っぽいやつなんて、俺か。はい、静かに今日は警察のお仕事についてより詳しく教えてもらいます。皆さんしっかり勉強するんですよ。はーい。それじゃあお願いしますね、ロイド先生。あ、はい、わかりました。うん、何度経っても教壇の上って緊張するな。古本、それじゃあ早速授業を始めよう。講義開始、警察の活動について、各項目に最も適した先生を選んで、特別授業を成功にし、うわぁ、難しいっすね、これ。警察の具体的な活動について勉強しよう。この広いクロスベルから悪い犯人を見つけ出して逮捕するまでの流れだ。警察の活動は逮捕だけは目指すかもしれないけど、そこに至るまでの様々な活動をしているんだ。まず、通報だけど、これはどういうものか解説していこう。通報誰でしたっけ？エリーでしたっけ？そうですよね、エリーです。エリー先生にお願いします。はい、通報というのは事件、例えば泥棒の交通事件を発生したとき、また流すのを歌っていきましょうか。どんな時に通報すべきか、ティオ先生。なんとかね、ティオこういうの得意そうですけどね。説明系は多分得意ですよね、ティオ。初動ね。はい、じゃあ、いいやつです。
逮捕につながるその中からランディか、ティオですかね、違うかな、うん、エリーになってるな、エリー、まあ、なんかティオでもいけそうな気がしますけど、推理に重要なもの、ロイドも OK なんだ、ロイド、ロイド先生ちょっと素敵かも逮捕からランニーか、ああ、逮捕ですね。ランニーです。武器を持って応戦するやつ。でも警察官絶対に負けねえ。逃げたらどこまで追いかけて向かってくるやつはネジ伏せ。相手はどんなに強かろうとすげえ武器を持ってやったらひるんじゃダメなんだ。すげえ。そうだね。時計は基本的には無理です、ね、うん、だ俺はいつもそんな気持ちで事件を望んでる、かなりうまくまとめられたんじゃないか、これで終わり、はい、そろそろ時間ね、今日はここまでにしましょう、皆さん警察の仕事について分かりましたか、はーい、何か授業を終了した。問題は子供たちはどこまで理解したか。まあいいっすよ。推理でポンより全然やりやすいぜ。奇跡でポンか。奇跡でポンはランダムですからね。あれはほんときつかったけどね。お疲れ様ロイド。授業の手応えはどうだった？そうですね。自分たちへも何だかいい出来だったと思います。警察の業務についてかなり理解してもらえたんじゃないかな。ええ、私もそう思う。立派な警察官になったので。それはチームの皆さんのおかげもあるのかしら。キラーンいやまあそれほどでもないっすよ。ロイさんは皆さんいますし、お世話になりっぱなしです。私たちいいチームってことかしら。それじゃあこれ授業の俺遠慮なく受け取ってね。来た。ホーリーロケ。またくれたねこれ。次の授業があるから私はこれで失礼する。またいつでも学校休みに来てちょうだい。あなたたちはきっと子供たちも歓迎してくれるでしょうから。それじゃあ失礼します。あ、そうか。装備するの忘れてましたねこれ。ちょっと待って。するか。デフと ADF と命中率どっちがいいかっていう感じですもんね。ただ読みなくていいか。変えるか。これいいかな。一撃必殺をね、ワーサが使ってくる敵が出たら、まあ、しっかり装備していった方がそうですね。で、あと、フォームも確かここだって気がするな。ちょっと待って、フォーム。あ、違うな。違った。病院とアルクモニカ村なんだ。ちょっと病院行こっかな。病院行って、コンと、ね、各自支援があるんで、まあ、それをやっていきましょうか。
看護師さんどっちかっすと、なるほど、元気いっぱいとです。普段ラーメン食べてるのでホットの飲み物飲む機会が少ない。尺をしろ。うわぁ、鬱陶しいっすね、これ。ホステスと勘違いしてる。いいね。ああ、職員室の方がいいの。いないっすね。いや、青春ね。あ、ロイド、いらっしゃい。あ、こんにちは。二人ともこんにちは。静かこの前はどうもありがとう。キーヤ友達になってくれてさ。そんな私の方こそ。キーヤちゃん元気ですか？ああ、元気すぎて困っちまうくらいだよ。で、毎日ドタバタして楽しいよ。相変わらず記憶の方は手がかりなしですけどね。そうですか。あの、キーヤちゃんに伝えてください。いつか遊びに行くねって。ああ、わかった。その時俺たちも歓迎するよ。くそ。ああ、そういえばね、みんなもし時間が空いてたら手伝ってもらえたら、ああ、これが隠し支援か。はい。あ、もしかして、何か事情があるみたいね。セシルさん、いいんです。私の、ものですから。もうそんな風に遠慮ばっかりしないの。実はね、しずくちゃんのお父さんの誕生日が近づいてるの。しずくちゃんプレゼントをお父さんに渡したいみたいなんだけど。アリオスの誕生日ですか。あの凄腕のおっさんにもそんなものがあるんだな。ランディさん当たり前です。なるほど、ひょっとしてプレゼント選びを相談したいとか。いえ、その、私手作りのお守りをお父さんにプレゼントしようと思ってて、その材料になりそうなものを探そうと思ってるんですけど。ああ、そういうことか。身の回りにあるちょっといいものを使って、大切な人へのお守りを作る。昔からのクロスベルの風習ですね。そんなのがあるのか。私も昔おじい様に似たようなお守りを作ったわね。それではこの病院の中からお守りになりそうな材料を探してくる。それでいいんでしょうか。はい。あなたたちにはきっと素敵な材料を見つけられると思う。もし見つかった時から持ってきてくれないかしら。ああ、もちろん喜んで。しずくちゃんのためとあれば、一肌脱ぐしかねえだろう。すみません、よろしくお願いします。あとは何を作るかは問題だな。集めるものの指針が欲しいところだけど、何か作りたいものとか決まっているかい？そうですね。実はこの前、セシルさんの散歩中に手触りのいい石を拾ったんです。セシルさんに確認してもらったらとても美しい石だというので大事にしまってるんですが、それが何かに使えないかなって、そうね、私もそれがいいと思う。見せてもらったけど、触ると優しい温かさを感じる不思議な石なのよ。そんなものがあるのか。
だったらその石を何らかに生かす形で考えた方が良さそうね。せっかくプレゼントにするなら包装用の箱も用意しなきゃ。箱とリボンも一緒に探してみましょう。ああ、そうだね。すいません、面倒なことを言ってしまって。ああ、大丈夫。おかげで集める材料の指示も決まったし。それじゃあ早速探しに行ってみます。父へのプレゼント。病院内で材料になるものが見つかったら持ってきてくれると。これで片っ端から回んなきゃいけなくなるのかなかなかっすね。だからビックリマークが出るタイプっすかね、また。てんてんてん。何の話をしてるんですか。多すぎっすよね。三章多かったけど。三章はね、日にしたい多かったっすよね。総合的に。個人的には一章レベルでお腹いっぱいなんですけど。あ、これあれか、世襲名の部屋だ。なるほどね。ぽいっすね。勝手に入ってますけど。無断で入ってますね。こんな部屋に勝手にあると思えないんで。調べてもあんま意味ねえと思いますけさすがにこんなもんもらえません。しずくちゃんも困ると思います。そうなんだ。なんだ、これじゃダメなのか。せっかくのね。あ、ウローラさん来たね。これか本か。クロスウェイ警察特務支援課のものです。図書館の依頼で延滞している本の回収をしているんですが。あ、そういうことか。返したのは山々なんだけど。またかよ。何か返却できない理由があったんですか？ええ、まあ。私よく研究棟の資料室にある医学書を持ち出してここで勉強してるんだけど、資料室の本棚に本を戻した時一緒に図書館の本棚に入れちゃったみたいで、気づいた時にどこにやったのかわからなくなっちゃった。うっかり屋さんですね。まあそういうことには仕方ないか。俺もよくグラビア本どこにやったかわからなくなっちゃった。ランディさん、それとは黄色が違う気がしますが。とどもかが延滞本は資料室の本棚にあるんですね。ええー、間違いない。申し訳ないけど探してもらえるから。ドック上にある研究棟の中にやら、これで入れんのか。研究棟行ったことがあるし、場所わかるな。それじゃあ探しに行ってみようか。
よ、ヘイヒ。マジかよ、どんどん金を持っていくな。くそ。いや、ドラマしか買えない、ユーマってか、ユーショーでしか買えないっすもんね、多分これは。まあ、いっか。いや、さすがにちゃんと IBCK で金を押さないと無理な。なくなっちゃうよ。昔はある程度おしゃれをしていたのですが、もうこだわらなくなったので今は安く量を買う方向になっています。年なので渋いのを選びますね。プレゼント材料に心当てがあるかもしれない。ロイがプレゼントの材料集めをしていることを説明した。あそこ大量の輸入雑貨が放置されてるんだ。それもほとんど手つかずの状態で。正直処分に困っていたくらいだ。雑貨の入ったコンテナは寮の2階男性職員寮を抜けた先のテラスに置いてある。人の会話をしていかないとダメなパターンですね。製の編み紐これだけかよこれだけか。あとはもう全部病棟ですね。1階から片っ端からもう1回話していくしかねえな。いやー、まあまあいいでしょう。あとあれか、警備さんにお会話してるから必要な。かわいい子ってのは誰のこと言ってんの？キーヤのこと言ってんの？だいぶ長時間今日はキーヤを放置させてますね。患者さんはないですよね。治療会はしますけど。ステーションとかあれは何らかしらくれるかもしれないですね。来た来た。医療機器を扱っている。もう来た。ペンダントドップ来ましたね。それの試作型を作ってたんですけど、完成した試作品を起動したら爆発しちゃった危ないな爆発する
なんてそんな危険なんですか。科学ならわかるけど。足りてねえのこれ。足りてねえらしい。マジかよ。どんだけ必要なんだよ。肝心のあれか。箱がねえのか。肝心の箱がないっすね。誰が持ってんだ。いやーでも患者にも話さないとダメってことか。まあ、もしくはあれっすね、ヨアヒム先生がくれるかもしんねえな。ヨアヒム先生にかけましょうか。ダメなんだ。考えられるとしたら、いやでも本に関してはここしかいいやー、ここはさすがに違うと思いますけど、ここは資料室か。どうやら不老さんがこの本棚の中に延滞版を投げさせてしまっているみたいな。いないっすよね。うん、改めて見るとすごい量だな。そうね、さすがに骨が折れそうかな。やってらんないです。まあ、しらみつぶしに調べてみるしかねえだろう。その大変そうだけ一丁探してみるか。お手伝いします。めちゃくちゃ大変じゃねえか。いや、分担しようぜ。あった。余った5分の有効な使い方。もしくはマーク書いてる、ロロさん書いてたのに間違いなさそう。やりましたね、皆さん。なんとか見つかってよかったね。少し疲れました。とりあえずこれで回収できたか。まあ、そろそろ行くとしよう。確かに、もう追い出されて、あれね。しょうがないですね。5分を制する者が人生を制する。5分で何ができる。
ですかね。あ、そうっすね。あ、これ全部ですね。前来た、化粧箱。がなければとりあえず OK です。まあパッと見はないですかね。あ、ないですね。ハロイド、もしかして、あ、いくつか材料になりそうなものを見繕ってきたよ。ペンダントトップ、革の網紐。まあ、これでペンダントの材料ですか。あと、プレゼントの箱だね。こっちも守備を揃えることができたよ。リボンを手を渡した。化粧箱を渡した。ちょっと驚いたウルスラ病院の中に一般物が揃うなと。全部もらいましたから。どうしようちゃん、これでお父さんへのプレゼントを作ることができそう。はい、十分すぎるくらいです。ペンダントップはとっても頑丈にできてるし、この革の網紐もお父さんが身につけていても綺麗になるそうです。皆さん本当にありがとうございます。あ、そんな喜んでもらえると探した甲斐があったよ。なんたってこんな可愛い子ちゃんのためだしな。お兄ちゃんたちちょっと張り切っちまったぜ。うん、調子いいんだから。まあ否定はしませんが。そうね、しずきちゃん。せっかくだし今から組み立ててしまいましょうか。そうですね。ルイさんたちもよかったら完成品を見ていってもらえますか。まあそうさせてもらえ、まだ手伝えることもあるだろうしね。私も美欲ながら力添えさせていただきます。あとは紙の網紐、革の網紐、石の、はまったペンダントトップを、できました。どうですか皆さん、いいものはできたでしょうか。ああ、立派にできてるよ。うん、これならきっとお父さんも喜んでくれるわ。お、よかった。しかしまあ、しずくちゃんが持ってた石ってのはなかなか不思議だね。少し磨いたくらいで綺麗にペンダントトップに、はまるんだね。ほんと、まるで元々その場所に収まってたみたい。革の網紐もペンダントップに、違和感なく、組み合わせられるし、地味めではありますが、それは逆に上品さを引き立てているかと。そうですね、ジュエリーショップに置いていても、兼色なさそうです。確かに。選手さん、皆さん、本当にありがとうございました。組み立てまで手伝っていただいて、これはほんの気持ちです。よかった。しずくのブローチを受け取った。綺麗な石がはまっている、これはもしかしてそのペンダント石じゃん。はい、実は二つ同じものを拾っていたんです。こっちは足を持っていた壊れたブローチにはまってた、はめたものですけど。でも本当にもらってもいいの？はい、もちろんです。私、自分一人じゃ絶対にプレゼントは作れないと思っていました。これ手伝ってくれる誰かに渡そうと思ったんです。最初はセシルさんに渡そうと思ったんですけど、さっき相談して、そういうこと。一般材料を集めてくれたのです。あんたたちにもらう権利があるんですよ。そこまで言われちゃ断るの失礼と思うと。ありがたでいただきましょう、皆さん。ああ、そう。ありがとう、しずきさん。大事に使わせてもらえる。ぜひ役立ててください。それじゃあ皆さん、本当にありがとうございました。ゲー。え？私のことですか？女性を連れてくるたびにその反応するそうみたいな。完全にセシルネが相手にしてもらえてないですね。残念。しずくのブローチ。アイテム取得率 20%。あー、なかなかいいっすね。欲しい時でいいと思いますけど。あ、オッケー。で、もう一個何でしたっけ？もう一個本か。本は終わったね。あ、じゃあこれで終わりだ。病院編はこれで終わりだ。
あれか。追加された敵をやっていきましょうか。支援以来だけ思っちゃいました思っちゃうのはもう2時間経ってしないよとてもじゃねえけど今回は進められそうにないですね。まあ、たまにこういうまったり会もいいんじゃないですか。行きます。任せて。よっしゃ。スラカンドにいるっていう話なんで、これかな？これっぽいな。戦っとく。いやー、ちょっと早いな、こいつ。え、戦ってあるかな？奇襲成功！チャンスです！逃げてます。全火力！集中してください！わかった？逃げてるところを戦ったことある？上出来かな？白米。あ、これだこれですね。いかにも嫌だったよし、一気に行くぞ。今だ。全火力集中してください。あいさ、いや、強いわよし、進め進め。うわいくぜ。すみません、そこだ。さてと、スキン、シュート、あたしの番ですか？オッケー。皆さん、お疲れ様でした。じゃあもうバス乗って帰っちゃいます。各場所に一匹らだけらしっぽいね。東と歩道かな、それぞれ一体いるっぽいですね。ちょ、チェックス。東街道と歩道と、マインサンドか。マインサンドもやってみるや。に関しては病院やった、ゾスレやった、マイトやった、とクリアムシ、あ、コーティーだという一回報告しよう。これか、これを終わらせようか。ついでに敵もやっていくか。もう2つやっとくと、あとはマインツ鉱山だけになる。あれか、中間の方が良さそうですね。どっちにいるかわかんないですけど、あ、いた、いました。いやー、びっくりにしたいな。あー、ちょっと違う方にぶつかっちゃった。もう、こっちの方がいいですけど結構ノイズさんいいっすね。中英語で聞いたタイプ。おととい来やがらってな。中英だとあれか、広いっすよね、普通に。後ろに行ったタイミングでいいよ。行きます、そこ。俺の番だな。
行くよ。イエスマム。イエスマム。俺の番だな。イエスマム。はい。はあ。俺の番だな。もうちょっと。最近かから1分のやっとプレイサイトに手が置かれるようになって、スーパーに全く行かなくなりました。遠出をするのは夕食時になります。いや、経験値うまいっすね。経験値うまいね。すぐ上がるな、この辺だと。レベルやっぱ足りてないんですよね。上がると。いやー、浮くんじゃねえ危ねえ。この一体こいつは。いや、そう。いや、急に来るから。いや、もう戦ったことあるんですよ、これ、手合いマジか。いや、もうちょっとびっくりさせるからめんどくさいんで。先に進もう。強いんだもんね、いちいち。隠れで作られてますよね。いや、窓追っかけてきてる。ふり。まあいいか。俺の番だ。えいっ、さて、ここだ。さあ、一気にボコンと。了解。イエスだ。ドゥンドゥンドゥン。はい。ドゥン。そこ。つえ、いや、ノエさん、つえな、500当てる。いくぞ、セット。いや、もう、当たってんじゃねえ。よし、もう大丈夫だ。オッケー。いや、すげえな、ここ。いや、サクサクレベル上がんじゃん。3体だったから余計か。ただ、全然戦っても良さそうですバレた。いやー、最低だ。くそ、バレた。一番最低のボタンですよね。ゼロだし。なるほど。俺の番だな。やったねー。くそ。うわぁ。荘園の方が良かったかな。俺の番だな。いやー、完全に効かないっすね、状態上。いやー、状態上ゲーのはずなのに全然効かねえよ。援護します。プロテクション。ありがとうございます。おっと、ちょっと待って、クラッドガード。うわ、そんなのやるんだ。A のガードなんだ。なんか色が違うからあれっすよね。そうなんですよ。
だまだいける。これいいかもしれないですね。なかなか発動したらですけど。ガードすごいね。完全ガード。最高一戦。はい、じゃあ。単体じゃないですか。行くぞ。行くぞ。もうあんま経験値くれないですね。今ぐらいのレベルがちょうどいいのか。29から30。いやー。よーし。行くぞ。いやー。じゃねえけど、ふざけんなよ。任せて。おっしゃ。いやー、もう嬉しいでござす。はい。ははよし。なんでだよ、ふざけんな。私の番だぞ。死ねるのかって言うよ。おっしゃー。まあ、待って。行きますよ。よし。エンジン。想像以上に強いっす。そこ。しばらく役に立って。任せないよ。よし。ま、こんなもんかね。いいですね、ユーマテリアル落とすの。ほぼ 100% 落としてるんですけど、すごいっすね、もう。うん、着きました。いや、5時過ぎたか。結構やってますね。アルフレッドさん。
かと思うんだけどな。モフオジです。漫画アプリ便利で結構利用してるんですが、それでも単行本は買ってしまう。いい商売ですね。いやー、どこにいんだろう。やべやですかね。超高手段に入りてえのかよ。遊戯師さんがいますよ。アレサさん親子。これだ。あの、アルフレッドさんですね。ええ、おやきみたちは。確か以前、古戦場を探索したら特に支援家だったの。わし何かよく。実は今日図書館の秘書さんから依頼を受けてきたんです。返却期限を過ぎている本を回収したいんですが、心当たりありませんか？そういうことが私したことをうっかりしてたよ。ちょっと待っていてくれたので、ちょうど持ってきてたはずだ。どうせねえんでしょ、今回も。あの、もしかして紛失してしまったんでしょうか。いや、そんなはずはないんだけど。うん、どこにやったか。おう、そうだ。ゴーハン、この間貸した本持ってるか。本？ほら、あれだよ、あれ。お前が読みたいって言うから貸したの。あ、あの本か。確か借りたな。ちょっと待ってくれ。お前も持ってねえんだろ、どうせ。つうか、図書館の本また貸ししてたんだよ。ズボラですね。いや、面目ない。普段ならこういうことは滅多にないんだが。何分読んでる本が多くてね、ついつい忘れていたんだ。で、ご飯、本を見つかったか？ない。何、まさかなくしてしまったのか。いや、ちょっと待ってて、今頑張って思い出そうとしてる。そうだ。確かお客さんにせがまれて、ついつい貸し、うわ、またまた貸しじゃねえけど。最低だ。またまた貸しかよ。さすがにそれは予想できなかったので。と言いますか、ありえないかと。で、どちらに貸してしまったのですか？貸したのはいつも村の入り口で、動力者をいじってレルキン君が。いや、本当にすまない。その通り、この通りだか。いや、やってしまったらもう仕方ないですよ。それじゃあ、回収に行ってみるか、そのエルキンさんのこれ。そのエルキンさんもまた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 貸ししてるんでしょ。期待はしてねえ。2階の遊撃士の人にしたって言いましょうか。来た、やっぱエステルだ。エステルとヨシアですね。この宿に泊まったのか？まあ強いのが今混じってますからね、最近。ああ、前に出没していた手合魔人みたいだけど、何匹も街道に現れた。まさにそうですよね。なるほどね。ああ、じゃあエステたちも苦戦してるんだ。ってことは追いついてきたんですかね、実力的には。なんか原因がある可能性があるってことですよね。詳しいですね。まあね、登録現象が止まったぐらいの大事件でした。その冬都市を攻略するっていう流れですね。ね、入り口か、入り口。エイギさんですよ。僕に何か用かい。クロスベイ警察もですね、実はお話がありまして。あ、確かにその本借りたよ。
いや、持っていますか？実はその貸しちゃったんだよね。と、やっぱりそうですね。嘘だ。また貸しってすげえことになってんな。さすがに驚きです。というか、そこまで買いたい人が多い本ってどんな本なんでしょうね。申し訳ねえだ。あんまり熱心に頼まれるもんだからついつい貸してもって。次貸してもらえば迷惑かからねえと思って。落ち着いてください。もう貸してしまったのは仕方ないです。で、次はどちらの方に？ご本。農家のドナルドさんだよ。リオール雑貨店の隣の民家にいるはずだ。仕方ない。返しに行くか。また貸してしまった。次。もういい加減にしろって見える。ドナルドさんっていうのはあなたですか？ドナルドは確かに俺だ。何か言うか。クロスウェル警察の実はお話がありまして。ああ、あの本を取りに来たんでか。んだっつうと謝らなきゃなんねえな。謝るってますか？また貸しってか。つうか、いい加減わけわかんねえっつう。いや、また貸しはしてねえけど、農作業の合間に読んでたら、どっか行っちまって、うわぁ、しかもめんどくせえ。余計めんどくせえ。どうもなしくしろと言ってさ。いや、こんだけ振り回したし、そりゃねえよ。また貸しより悪い結果になっているな。何か心当たりないんですか？最後に読んでいた場所とか。あそこだ、俺。村長の家の前の、用なら、立ってる小屋、あの本で読んでたら、あの中で読んでたらいつの間にかなくなってて、本にすまねえな。とにかく、本があるとしたらその小屋しかなす。一応調べに行ってみよう。どうしようねえな、この村人。買えよ、だけど図書館で借りてねえよ。かってます、ね、どこだよこれか、アルカンシェル FB 図書館のマーク入ってるアルフェスさんから言った延滞後に間違いがするな見つかってよ、ね、いつもアルカンシェルのファンブックとかってなんだろうねだから野郎が好きだってことの流れになってますね確か相当貴重な本だそうですねこいつもこいつも読みたがるの仕方のないことかもつか俺だって仮パクしてしまいそうだぜ図書館に返却してからにしてください。でもイラスト付きっすかね。あ、違うんだ。もうイリア・ブラティエについて語ってるとですかね。OK。ね、これで本の件終わったんで、報告に行きましょう。図書館。あ、マイツ鉱山の敵先やっちゃおうかな。マイツ鉱山の中でしたか。ちょっと待って。マイツサンドか。マイツサンドだったらこれちょっと先やっちゃおう。忘れちゃうんだよね。手配魔獣ってやつが、どれも、あれですね、出てきてるってことっすよね。数を。まあ、このあれですね、モグラも倒したことあるもんね。みんな、チャンピオン！なんてねえの？なんで全体攻撃ねえの？行くぞ！ないっすよね、たぶん。あ、危ないよ！こんなダメージ取んねえんだよ、これ。レジストボックス。行きます！行くぞ！いや、一体ぐらいは倒したいっすね。今だ！
強すぎだよ。おっしゃいやー、単体になっちゃうんだよな。いやー、こういったわ、王子です。左利きなのですが、箸とかを右で使っているので、最近左をあまり使う機会がありません。荷物運びとも、下がのボールを投げるときに左を使うぐらいですかね。よっしゃ、ムーブは効いた。いやうーもう席揃ってないの。俺の番だな。やめてほしいんですよね。よし、あ、任せて。はい、オッケー。任せろ。あたしの番ですね。任せてくれ。倒せねえとエリーが死んじゃうな。大丈夫。いや、はっ、オッケー、倒せ。よし、オッケー。まだまだいける。シナリオ進めてレベル上げできるようになれば捨てるって流れでいいっすよね。あ、なんか落ちてる。あ、こんなとこにも落ちてんだ。敵いねえとこですけど。終わったのかな。ああ、ようやくな。はい、おじさん。余った僕の有効扱いと渡した、渡した、渡した。確かにきちんとさあさあすべて回収してきてくれたようだね。ロイド君たちはまた助けられてしまった。前回のことも含めて礼を言わせてもらうよ。ああ、おじさんにそう言われたら難しいね。それにしても支援要請というのもなかなか大変ですね。こういうの日常茶飯事。ともかくこれにて、任務達成ですね。ああ、お疲れ様。本当にありがとうな。どういたしまして。いや、長かった。いやー、これは長かったっすね。戦闘もあったからな。あとは、っすね。はい、それでは、猫のやつ、猫のプレゼント。一回試したいのは、全種類なしでやってみましょう。全種類きついんで。店に売ってるものをとりあえずやればいいかな。どこで売ってるか確認します。それは8000か。いやー、多分こっちっすかね。
あ、これだ。安いっすね。じゃあ、これ買ってみましょう。いいっすね。本当はカジノの景品欲しいんですけど、めんどくさいっすね。じゃあ、これでマインツイッターも取ります。でしたっけ？あ、こっち、あ、ここでいいのか、ここでいいのか。達成して。こっちっす。アイテムを渡す。アクセサリーの、ニアンダルイヤー。あの、これなんだけど。カート。かわいい。はぁ、あ。お、いい感じだぞ。何よ、これ私につけろって言うつもり？いや、プレゼントしてどうかなって。うん、私がつけても可愛くなんかないよ。あんたにくっついて歩いて、その女の子たちにあげてればいいんじゃない？うん、失敗か。でも脈はありそうだ。もしかしてこの子、自分で可愛いものを身につけたりするような人に突き刺したいとか。なるほどね。で、猫といえば、キヨさんですね。なんで、ホーリーロケットとスピードマッチ。でティオじゃねえ。よしよし。任せろ。任せてくれ。あ、ちょいねえよ。ちょこの状態にいねえよ。なるほどね。そこミリメートルです。よーし、立てていきます。で駆動。一台二度振られたからとくじけてくじけて駆動することなんてできない。ここはリベンジを。はい、またナンパ。今度さ、本当にスコインたちに行って追い出してくるしかない。そうです。どうさ、ダメなんだ。ちょっと待って。これじゃダメなのか。やっぱ全部あれか。掃除してねえとダメなのか。なるほどね。やっぱダメなんだ、これじゃ。くそ。いや、優秀必要なのかよ。いやー、もうしょうがないっすね。しょうがないな。行くぞ！じゃあ、カジノっすね。いい感じ。すんなりいければいいんですけどね。いやー、5000のがきついっすよね。500はどうにかなるけど。余計なのを追加してくれましたよね。しかも、期間短期間ですね。今やんねえと会うって言って。まあやるんですけど。ちょっと金を押して。7000あるな。7000あるか、いっか。さあ、もうあとは家事に行こうしかないですね。何でやるかってのはとりあえず決めないとっすね。ダブルアップとかありそうなやつっすよね。あるとしたらもうこの本しか考えられないですから。とりあえずセーブして。まずこれか。これ買わないといけないですね。何いくつあった？全然いいじゃねえか。100回ぐらいは
欲しいですけどね。モフおじです。喉やられ対策として回数ゼロになってる喘息用の吸引器を吸っていますが意外にいけます。笑い。大変ですけど。まず1回100にしとく。まず、ね。で、ブラックジャックスかね。一番安いのはブラックジャックス。16ヒット。20、おっと、ストレス。うわぁ、これか。これになるのか。いやぁ、なかなか大変ですね。うい。オッケー。スタイス。うい。オッケー。惜しかった。これで、ね、それで必要。あれ？ちょっと待って。いや、これ、駆け引き弱すぎじゃねえ。いや、10かよ。これ、ダメじゃねえかよ。10じゃ。いや、まさかの駆け引きが強すぎる。これ、どういう意見だ。いや、5000だぜ、必要なの。いやーこれも自由ですね。いやー全然ダメっすね。スロットとかそっち系じゃねえダメかもしんないっすね、これ。まあ、レイズしてもそんな変わんないでしょ、これ。25だもんね。まあ、これ3カードですね。使用するカードこれこれ。ああ、勝った。いや、勝ったのはいいですけど、きついっすね。いやー、うまいっすよ。これスロットしかねえよ、このまあまあ、スロットダーダーやるかじゃん。まあ当たるかどうかかなり運ゲーですけどね。掛け金が変わるとかないんですかね。来た、いいっす。まあ、やりましょうか。どうやりんだ。ベッド、ベッド、ベッド、ここか。
外した。くそ。マジか、外すときあんのかよ。くそ。肉をもらった。ボスみたいなの出てくんのかな。多分ね。来たボーナスタイム来ました、ね、わー熱っ熱っいくつゲットできんのかな。ふい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 、していけるの大丈夫っすね。ふい。ああ、それでもダメだ。外してるわ。くそ。完全に目押しっすもん、最後。うくそ。いや、多すぎだよ、多すぎ。いやー、三角形みたいな。できないんですか？いやー、これで終わっちゃうの？終わっちゃった。終わりやがって。戻った。いやー、これ気が遠くなりますね。気が遠くなるの、これ。って500かよ。何あたりでこれ、きついかってな。立石見てねえのか。立石あれば無理かなんですけどね。ちょっとカジノを調べてみますか。なんかアイテムがあると、ビッグ席に行けるとかそういう時があるかもしれないです。
ジのメダル稼ぎ。モフおじです。クリスマスの日に大盛りのチャーシュー麺を食べて動けませんでした。でかいチャーシューが5枚ぐらい乗ってた。5000円がきついんで。ポーカーおすすめって書いてある。リンゴ稼ぎってある。稼ぎをした方が効率的だよってことか。じゃあミラ稼ぎですね。ミラ稼ぎっていうのをやりたいんですけど、どこが一番稼げるの？10分で30万ミラ。わ、すごいっすね、これ。すげえな。あー、でも一級になった、一級釣り師にならねえダメだって言って。いやー、地獄だー。いや、ここまでやんねえダメなのかよ。いやー、ちょっと待ってね。いやー、いくらかかんだろうな。6万だから、3でいくらか。5000か。ってことは、5000なんで、2万5000か。2万5000だったらいけるか。いけますね。いけるわ。そうっすね。いやー、もうセフィスを犠牲すればなんとかなるわ。一応はね。いや、これ、いくらでもしょうがないな。いやー、ほんとは鍛えたいんですけど、鍛えらんないっすね。こんな余計なクエストがあるおかげで。レベル上げ剣、ちょっと敵と戦うかな、配信外でもいいんで。いやー、まあ別に今じゃなくてもいいんですけどね。うん、これでいけますね。5000で剣って、まあ全然安い方です。これだけあればいいんですか。まあ、いいっすやつ、一回だけ7が出ただけいいってことにしてみましょうか。とりあえず。いや、がっつりやったらかなりプレイ時間かかるのね。交換する。プレイボールクレイチャー。メダル5000個買って、5000以上いらないっす。トレードでメアンダーを少し買います。で、ティオに装備。ティオに装備させればいいってことです。ニャンダー。下がるんだ。
回避率はめちゃくちゃ高いっぽいですね。なるほど。すごいですね、そう考えると。回避率 30% 上がるね。じゃあこの状態でマインツ行きますか。よかった、そんなかかんなくて。そんなかかんなくてよかったわ、とりあえず。よっ、行きます。うん、来た、来た。反応した。あ、あなた。私ですか？その装備は一体？ああ、これはニャンダフル装備というものです。ニャンダフル。かわいい。おお、かなりいい感じだぞ。見ろ、あの口元、プルプルしてるぜ。笑うのも時間の問題だな。でも、あと一押しがないと難しそうね。ねえ、お願いがあるんだけど、聞いてくれない？お願い？にゃーんって言ってほしいんだけど。え？いや、嘘、ごめん、忘れて。ピオスケ、言え、言ってやれ。いや、熱意がすごいですね。本気ですか？もうちょっと笑顔になりそうなんだ。頼むよ、ピオ。はぁ、仕方ありませんね。くるくるくる。にゃーん。てか、この服装着てたんですかね。特殊、これサムネで良さそうですね。サムネでよ。恥ずかしい。かわいい。なんてかわいいな。あ、ダメ。もう見てるだけで顔がにやけてきちゃう。おー、笑ったわ。確かに笑うと別人みたいにかわいく見える。やったじゃねえか、ピオスケ。ピオどうしたんだ？いえ。人を笑顔にさせるというのはこれほどまでに精神的苦痛を伴うものなのかと。ねえ、あの子の笑顔、超絶可愛かったろ。ああ、確かに、ずっとあの笑顔を振りまいていたら、俺もこの条例になるために通うぜ。やっぱりそう思うよね。そうだ、そこのあんた、うちは働かないかい？さっきのニャンダフル装備とやらを着て立ってるだけでいいからさ、全力でお断りします。なんだい、釣れないね。まあ仕方ないね。約束通り終わらせてくれたし、これは俺が受け取ったんで。キルナイトメア。ありがとうございます。ねえ、お嬢さん、バイトで弾むからさっきの話。全身全霊でお断りします。終わりました。ただ、ニャンダフル装備は着てますけどね。いや、あの格好で戦闘したら、この見た目も変えてほしかったっすよね。もう基本的にはツンなんですね。こういう感じでいきましょうか、これ。じゃあ、ちょっと待って。結局あれっすよね。必勝鉢巻きつけないとダメなんで。あれ必勝鉢巻きじゃなかった？あ、ここ必勝鉢巻きじゃねえんだ。こんなつけてたんだ。そうっすね。で、もう一個は、ねえ、この辺をつけてたのか。まあ、いっか、これで。まあ。回避率が上がるんでね。よし。では状況を見てみましょう。あとこれだけかな。うん、こっちに行きましょう。これはもうちょい先に進まないと必要なレシピがないんで、しょうがないですね。よし。10分あるんで、ビンチに行くとこまでやるか。ビンチに行って次回そこからにしましょうか。
王子です。お牛座の A 型ですが器用に行動できません。不便だな。中のタスクは次回やるっていうのはですか。はい、疲れちゃう。こちらクロスベル検査室、それでは報告を受けたまわりますね。まあ、雑誌やなんで。報告は以上では、また。いや、長かった。マジで長かったわ。やるのしかねえか、チェックしますね。支援をすると隠し支援をやりました。で、レシピもゲットしました。グレーもゲットしました。イサヤリクロスベルタイムズやりました。魔獣退治もやりました。何ですか？装備とかっすよね。もういっか。いやー、報酬があんまもらえてなかった、もらえてないっすね。本当は防具とかも絶対。行きたかったんですけど、金を見事に持ってかれたら余計なので、意味わかんないっすよね。武器は買ったんですけど、防具が買ってないんですよね。もうまだ幼少の前半だと思うんで、まあいいでしょう、これでいきましょう。マインツサウンドこれですかね。これが、総長が乗ってきた車両だよな。前にも何度か乗せてもらってるけど。ええ、そうです。どんな悪路も何のその。警備隊が誇る、軽装甲機動車ですね。まあ、戦車の砲撃には耐えられないだろうけどな。せいぜいガトリング砲の弾を跳ね返せる程度だったか。それを言わないでくださいよ。一応、最新技術が盛り込まれた高性能な車両なんですから。まあ、クロスベルでは戦車の保持が自粛されてるから、機動性で勝負するしかないのかもしれないわね。戦車もそうですが、軍用飛行艇も一隻も保有していませんよね。クロスベルの豊かな財政なら何隻でも購入できそうですけど、やはり帝国と共和国からの圧力によるものですか。うん、そうだね。特に帝国は12年前の紛争でリベールの軍用飛行艇に痛い目に遭わされたそうだから、下手に持たせて相手側に疲れたら厄介だ。帝国にしても共和国にしても、そんな思惑が見え隠れするわね。なるほど。クロスベルみたいな地形、飛行艇があればもっと効率的にパトロールができそうだけど。ああ、そうなんですよね。まあ、それはともかく、もし車両で移動したければいつでも行ってください。車で行ける場所ならどこでも皆さんを送れると思います。うん、今日一日ノエルの警備隊車両で、実習各地に移動することができます。マップ上にある警備隊車両を調べて行き先を選択してください。なお、警備隊車両を放置して、バスや徒歩での別の場所に移動した場合、警備隊車両はその場に残り続けます。くれぐれも停車している場所を忘れないように心がけてください。山の山外れの遺跡もマイズ山の大道内、を選ぶ と、近道をすることができます。あ、乗りますか？あ、すげえ、休憩ができるんだ。あ、乗りますか？どこに行きますか？なるほどね。はいはい。あ、星見の塔とか行けるのは便利っすね。ただまあ、それぐらい、それぐらいっすね。それぐらいっすね。まあ、この辺、あんま関係ないっすもんね。いや、あ、でもこの辺が一瞬で行けるのは便利なのか。便利っぽいっすね。一回試しに行ってみますか、じゃあ。どこにしますか？星見の塔。お安いご用です。
一瞬でつく感じですかね。一瞬でつく感じか。ナウローディング。お待たせしました。いや、ずっとこれでいいですけどね。あ、乗りますか？どこに行きますか？これだったら便利っすよ。お安いご用です。はい、到着しました。そっからあるっていうか、こう、いいっすね。ふぅ、あっという間に着いたけど、確かこっちが参道外れにある遺跡に通じている道だったかな。ええ、そうですね。この先はこのまま徒歩で行った方がいいと思います。ま、準備ができてんなら早速行ってみようぜ。ですね。はあ、幽霊の出る遺跡だなんて。まだ言ってる、うん、そんなのいるはずないわ。いるはずないわ。残念です、エリさん。いるんですよ。いやー、ちょっといるんかよ、お前。敵出現、交戦します。お前、いんのかよ、行きます。いやー、やりたくねえなー、こいつ。今だ。いや、この細い道は嫌がらせに近いですよね。くそったのかもしれない。いや、当たらないんだよな、いちいち。通常攻撃をやってきましたね。そうっすね。どっか。俺の番だ。こっちは全部。私の番ですね。ね、ムーが下げてる。デジネット、投射。デジネット、投射。で、プロテクト。援護します。うん、ああ、ちょっと、いや、範囲狭いな。二人じゃねえけど。いや、いや、なくなっちゃうよね。よし。きついなぁ、CP 使い続けねえと勝てねえとか、マジきついんですけど、こいつ。よっしゃ、よしと。よし、ちょっとマジですよ。回復しましょうか。エンディングくどく。俺の番だな。よし、ま、こんなもんかね。結構ゲージくれますね、やっぱ。行きます、任せて。よっしゃよっしゃ。いや、このサイズのでかいのに乗ってやめてほしい。いや、あれはきついわ、さすがに。ずっと遅い道ですもんね、確か。あ、BGM がなんか変わりましたね。隠したが、オッケー。強いのいねえかもしれないです。普通にぶつかっちゃって。よし、俺の番だな。この敵は低レベルじゃないんで、ダンサーもありますね。任せろ。
模倣寺です。神が俺が生まれる前に階段にこけたらしい。ケツにあざが少し残ってるんですよね。ひどい話だ。泣き今だ。生きてんのかよ、色素。はい、そこ。よし、よいしょ。まだまだいける。狭いか、ほんと嫌いっすね。よし。うん、いったわ。だから二つだ。いやーもう出そうっすね。いかにも出そうだ。クライナーここ。月の層に。ふぅ。やっと着いたか。しかし、前に来た時に比べると、やたらと薄暗い感じだな。ええ。前に来た時は、こんなもやも出てなかったのに。で、この遺跡の中に幽霊が出るってわけだ。ええ。幽霊というか、得体の知れない魔獣ですけど、ティオちゃん、何か感じる？何か不思議な波動のようなものを感じます。ただの空気振動？それとも、霊的なもの？不思議な波動？ええ。前に来た時には感じなかったんですけど、どうやら屋上に見えている鐘のあたりから感じられます。なるほど。あれか。そういえば、でかいの飛んでますね。この遺跡も星見の塔みたいに屋上に鐘楼があるみたいね。ああ、そうみたいだ。クロスベルの中央広場にあるのと同じような鐘みたいだ。うんうんうん。なんか関係あるのかね。今回は一通り内部を探索するのが目的ですが。とりあえずの目標地点として、あの鐘楼まで行ってみませんか？うん。ティオちゃんの言ってたことも確認してみたいですし。ああ、異存はないよ。それじゃ、早速中に入るとしようか。わかったわ。了解です。わかったわ。そんじゃま、幽霊ってのにご対面といきますかね。だから幽霊じゃなくて、得体の知れない魔獣だってば。訂正してる。ねえ、ノエルさん。ええー、まあそんなに怖いんだったらしなきゃ無理しなきゃいいのに。本当だよ。よく来てる。ああこれ下なんだ。下だから下っぽいな。ああこっちはいけますね。あそこっす。ああでもいけねえわ。いけないっすね。なるほどね。まあ2体にしましょうか。2体にしましょう。いややっと次回進められますね。また新要請は出てくると思いますけどね。出てくると思うんですけど、まあ、その時はまたやってみましょう。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ちょっと仮眠します。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また通知フォローもお願いします。